はいじゃあ今回も回答に答えていこうと思いますえっとずっとね再生していただけるような動画の撮り方っていうのは別にパターンがあるんですよねあの2013年から私もその YouTube 活動を始めてるんですけども当時の動画が今でも再生されてる例っていうのがあるんですよでコメントも書かれていたりとかねで実はねこういう動画をちりばめていくのがそのストック型のビジネスに移行する肝なんですよねフロー型のビジネスって言ってて言 とにかく例えば YouTube だったらねあのとにかく露出しないと人が集まらないっていう形だと、まあ、単なるこれね重労働なんですよねやらなければ収入にならないやらなければアクセスにならないインターネットのいいところって一回やってしまうともうその後何にもやらなくてもねアクセスが勝手について収入が勝手に上がって自分の知名度が上がるっていうところに肝があるんで活動がゼロに向かっていくんですよねなのに収入とかは爆増していくみたいな形です まあ、そういうのがなければ、まあ、私動画が1万5千本ぐらい上がってますけども毎月10万円ぐらい入ってるんですよねこれは過去の動画が再生されるからなんですよでもうちょっとしたら何年先か分かりませんけどね少なくとも50代の半ばぐらいには私 YouTube のアップロード本数が10万本になると思うんですよねで10万本になると私の毎月の YouTube からの広告収入は100万円になるんですよそれででくないですか ってう形なんですよねじゃあ今回はねどんな動画が再生されるのかをこの url に付けておきますので未だに再生されている動画ですその動画のタイトルはコピーペーストのやり方ですこれかなり再生されますからね真似してみてくださいじゃあ行ってらっしゃい